こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はポール・マッカートニー、スティーブン・スピルバーグとハンクトンズで映画「オッペンハイマー」を鑑賞するとのニュースです。スティーブン・スピルバーグ監督と音楽界のレジェンド、ポール・マッカートニーは、新作映画の「オッペンハイマー」を鑑賞し、夏の暑さを乗り切ることにした。76歳の映画監督と81歳のビートルズのベーシスとケンシンガーは、月曜日にハンクトンズの映画館で目撃された。 初めに映画オッテンハイマーについてご紹介するとオッテンハイマーは2023年に公開されたアメリカ合衆国の電気スリラー映画です。クリストファー・ノーランが監督し主演はキリアン・マーフィーです。本作はカイバードマーティン・ジェイ・シャーウィンによる本「オッテンハイマー原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇を原作としている。本作はユニバーサル・キクチャーズ配給により 2023 21年7月21日に全米公開されている話題の作品ですアメリカでは本作品と同日に公開されたコメディ映画の「バービー」が一番人気で公開当初は満員で見れない人が続出し、本当は「バービー」を見たいのに。映画のチケットが取れないので、「オッペンハイマー」の映画を見た人が多いとのことも話題になっていました。ところが、今は「バービー」も「オッペンハイマー」も鑑賞する人が多く、 両方のの映画のタイイトルを合わせたバーーベンハイマーといいう造語も誕生していますスピルバーグとマッカートニーはオッテンハイマーを鑑賞したとのことですがバービーも鑑賞するかどうかは分かりませんそのスピルバーグもマッカートニーもハンクトンズ地区に家を持ち長年の友人である二人は映画館の外で一緒におしゃべりをしながら元気な様子を見せていたスピルバーグが ET の主演女優ドリューバリモアが撮影現場で 子供時代を奪われ、とても無力感を感じたと告白してからちょうど1ヶ月後のことである。スピルバーグは、ブルーと白のドレスシャツの下に白の T シャツを着て、薄い褐色のジャケットを羽織った。また、お揃いのタンのフェドラーを着用し、タンのレザーバンドがついた腕時計をして映画館に出かけた。映画監督は旧友と会う間、ブルーのジーンズとブルーのスニーカーでルックを完成させた。 マッカートニーは青いパーカーの下に黒いポロシャツを着て、暗いサングラスをかけ、スピルバーグと外で談笑していた。音楽界のレジェンドは、黒のパンツと黒のスニーカーでコーディネートを完成させた。監督とミュージシャンは長年の友人であり、スピルバーグは今年初め、マッカートニーが書いたビートルズの曲が大学時代の恋愛に役立ったことを明かしている。スピルバーグは BBC ラジオ4とのチャットで、1965年のアルバム、 ラバーソウルに収録されているミッシェルの曲が、大学1年生の時に好きだった女の子とイチャイチャするのに役だったと明かした。僕は大学1年生ですごく好きな女の子がいた。彼女は夕食やジャズクラブ、映画に誘うことには同意してくれたが、キスは絶対にさせてくれなかったとスピルバーグは話し始めた。そして、私たちはある場所からの帰り道、ロングビーチの大学キャンパスの寮のそばにある大きな駐車場に車を止めた。 車のラジオからミッシェルが流れた。ラジオで初めて一緒に聴いたと思うんだけど、メロディが胸にしみるほど美しかったんだと彼は続けた。私が彼女を見渡すと、彼女は目に涙を浮かべていて、曲が終わる直前、彼女は車の私の側に飛び乗ってきて、私にキスをし始めたんだ。何年か前にポールと知り合ったとき、彼に話した最初の話の一つがそれだったんだ。とスピルバーグ監督は付け加えた。以上 ポール・マッカートにスティーブン・スピルバーグとハンクトンズで映画「オッテンハイマー」を鑑賞するとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。映画「オッテンハイマー」は日本では7月21日に公開されています。「バービー」は8月11日に公開ですのでぜひ1日で両方鑑賞されてはいかですか正反対の作品ですのでホラーとコメディの異次元の体験ができるでしょうね。そして もしポールがバービーを鑑賞するようなことがあればビートルズワールドニュースでお知らせいたしますのでこれからもビートルズワールドニュースをご覧になっていただきそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。